どうもシュートです。さあ今回もeFootballアプリの動画を撮っていきますけれども、今回はレアルマドリードとアトレティコマドリードのマドリードダービー CS ガチャの当たり選手ランキングの動画の方を撮っていこうかなと思います。まあ今回のガチャに関しては、まあ 1,2 名相当当たりな選手もいますし、バランスよくね、まあ基本誰が当たってもガチスカで使える選手たちばかりかなと思うんで、まあ被りの選手も多いっちゃ多いですけど、個人的にはね結構いいガチャかなと思ってます。で、評価はいつも通りこんな感じとなっておりまして、あくまでゲーム内での評価ですし、僕の独断と偏見で決めておりますので、そこら辺はご理解ください。では今回もeFootハブで見ていきましょう。まずは8位のナウエル・モリーナ選手ですね。身長175センチ、右利きの攻撃的サイドバックということで、まあ闘争心、インターセプト、ピンポイントクロスとね、スキルは少ないですけど、まあ能力はまあ別にやれるかなっていう感じの能力してますよね。まあスピードとスタミナを90以上まで乗せることできますし、まあ守備能力も最低限、パスとかドリブルも最低限って感じで、まあ攻撃的ではありますけど、これだけ足速かったら守備も貢献できると思いますし、まあこの選手が8位レベルのガチャなんで、全然ね悪くないガチャっていうのが分かっていただけるんじゃないかなと思います。では次7位ですね、アルバロ・モラタ選手ということで、身長189センチ、右利きのラインブレーカーということで、まあこの選手はあんまり今作では使われてないですかね。まあオフェンスセンスが高かったり、フィジカルが高い、決定力もある、まあスーパーサブということで、まあ使う人はほんと少ないんですけど、まあ別に使ってあげてもいいかなっていう能力はしてると思います。ただまあ身長が高いのとドリブル能力とかがあんまり高くないので、ちょっと扱いにくさはね絶対にあると思うんで、そこが気にならない人限定で使うって感じですかね。僕はちょっとねこのタイプは使いこなせる気はしないですけど、気になる人はぜひ使ってみてほしいですね。 TS110 の能力はだいたいこんな感じで、まあスーパーサブ発動するんで好調状態とか、まあ、あとは絶好調状態が多いと思うんで、まあこれでもまあちょっと微妙かなって感じも正直しちゃうんで、まああんまりおすすめはしないですけど、まあ一応スーパーサブなんで7位にしときました。では次6位ですね、エドワルド・カマビンガ選手ということで、身長182センチ、左利きのプレーメーカーということで、まあこの選手ちょっとバランス型に育ててみました。まあ何でもできる感じにして、身体能力も最低限上げた感じなんですけど、まあ悪くはないですね。どこか特化させても普通に強いとは思いますし、スキルもインターセプト持ってて、ワンパー足裏コントロールとかも持ってるんで、普通に使用感はいいと思いますね。 TS110 の能力はだいたいこんな感じで、決定力とか、まあ、フィジカル面は若干期待できないかもしれないですけど、攻守ともに貢献してくれる中盤が欲しい方はカマビンガ使ってみるのはありかなと思います。では次5位ですね、アントワーヌ・グリーズマン選手ということで、身長176センチ、左利きの2列目からの飛び出しということで、まあこの選手は身長も低いですし、割と扱いやすいタイプの選手ですかね。でスピードドリブルがあんまりできない今の環境だと、これぐらいのスピードでも正直あんまり関係ないと思うんで、まあ OMF の位置にスーパーサブとして使ってあげるのがいいかなと。でまあ根幹持ってないですけど、コントロールカーブも結構入りやすいし、ダブルタッチ、ワンシュー、ピンポイントクロス、スーパーサブ、スルーパスとスキルめちゃくちゃ優秀なんで、まあライブアップで今週は D なんでね使えないですけど、来週以降 B 以上の週は入れてあげて良さそうですね。 TS110 の能力はだいたいこんな感じで普通に強いとは思います。では次4位ですね、ビニシウス・ジュニオール選手ということで、身長176センチ、右利きのインサイドレシーバーということで、まあこの選手に関してはねドリブルめちゃくちゃやりやすいし、まあスキルにもダブルタッチ、エラシコ、アッシュラーコントロールで特殊ダブルタッチも持ってるんで、ものすごい使いやすいのは使いやすいんですけど、スピードドリブルがシンプルに弱体化されてるっていうところで、もう一つはインサイドレシーバーなんで、やっぱねサイドハーフとかに置くと中に結構入ってくるんですよね。いやここはサイドに張ってて欲しいんだけどなっていう時も、中入ってきて中でプレイしようとしちゃうんで、使いこなせる人じゃないと使いこなせないっていうプレイスタイルなんですけど、特殊ダブルタッチできるし、足も速いし、決定力も最低限あって、スルーパスも持ってるんで、本当にね使いやすいドリブラーかとは思います。 TS110 の能力はだいたいこんな感じで、まあさすがに以前登場してた総合値100ビニシウスの方がもちろん強いのは強いですけど、多分その頃やってた人も今と比べると少なかったとは思いますし、まあビニシウス持っときたいなって思ったら別に狙ってもいいかなと思います。インサイドレシーバー合うか合わないかぜひね一度試してみてください。では次3位ですね、ダビド・アラバ選手ということで、身長180センチ、左利きのビルドアップのセンターバックということで、まあこの選手に関してはセンターバック仕様では絶対育てない方がいいですね。まあフィジカル物足りないし、ディフェンス系の能力に関してもディフェンスセンス以外はあんまり高くないんで、サイドバックとか DMF、CMF あたりで使うのがいいですかね。まあサイドハーフでもいいとは思いますけど、とにかくセンターバック以外のポジションで使ってください。まあ今回脚力めちゃくちゃ上げましたけど、そしたらスピードも88、スタミナも88いって、まあ結構サイドバックで使いやすい形になると思いますし、インターセプト、ワンタッチパス、スルーパス、ピンポイントクロスも持ってるんで、本当にサイドバック向きですかね。 TS110 の能力はだいたいこんな感じで、まあ守備能力もサイドバックにしてはかなり高い方だと思いますし、スピードもめちゃくちゃ高くなるんで、ぜひね左サイドバックに置くのは全然ありかなと思います。ではいよいよ2位ですね、マルコス・ジョレンテ選手ということで、身長184センチ、右利きのボックスとボックスということで、まあこの選手もいろんなポジションできますけれども、個人的
的にはサイドバック型が一番おすすめですかね。まあ、CMF、DMF、OMF あたりで使えるように能力育ててもいいとは思うんですけど、やっぱ中盤とかだといろんないいエピックがいたり、他にも優秀な選手っていうのはいっぱいいるんで、ちょっとまあ足元能力とかパス能力がもったいなく感じちゃうんで、せっかくスピードとスタミナが結構高い選手で、フィジカルとかも結構高めなんで、もうこうやってサイドバック型に育てるのが一番いいかなと。まあ、スタミナ96あればね、今の環境でもまあギリギリ最後まで戦ってくれると思いますし、スピードが速いんでドリブル数値そんな高くないですけど、トラップで相手1人ぐらいはね、今の環境でも置き去りにできましたし、フィジカルもぼちぼち強いんで、まあディフェンス面でもそのフィジカル活かせますし、ドリブルでもね、運ぶ時にフィジカルで相手押しのけたりできるんで、そこもいいですね。で、まあスキルに関しては闘争心持ってるんで、ほんとスタミナもより強化されますし、ワンタッチシュート、インターセプト、コンカ、マンマーク、アウトスピンキック、チェイシング、スルーパスと、もういいスキルばっかり持ってるんで、まあ今指名契約で登場してるリース・ジェームズとかもね、右サイドバックものすごいいいですけど、サイドバックはね、いくらいても困ることはないと個人的には思ってて、結局ライブアップで B 以上の選手1人使ってベンチには誰も入れないんで、まあジョレンテもそのサイドバックのローテ枠に余裕で入ってこれるかなと。SS 評価の選手でも僕はサイドバック C の選手とかは絶対使ったりはしないんでね。で、TS 薬事の能力はこんな感じと、もうめちゃくちゃ足速いし、守備もかなりやばいんで、本当にサイドバック型が一番おすすめですかね。ではラスト1位ですね、ティボー・クルトワ選手ということで、身長199センチ、左利きの守備的ゴールキーパーということで、この選手はまあ個人的には文句なしに1位かな、現役最強ゴールキーパーになったんじゃないかなと思います。まあ、あとはチェフとかを持ってる人だったらちょっとね、能力見劣りするかなと思う人もね、いると思いますし、あとは低弾道パントキック持ってないんで、そこもね、若干気になる人いると思いますけど、まあ、個人的には低弾道パントキック使わないで、もうゴールキーパー投げさせることしかしないので、まあ、そこは関係ないかなと思いますし、純粋に能力がめちゃくちゃ高くて身長199センチのゴールキーパーなんで、さすがにね、これは SS 評価にせざるを得ないかなと。TS 薬事の能力はだいたいこんな感じにもなるんで、普通にね、めちゃくちゃ強い。身長でかけりゃやっぱセービング範囲も個人的には広く感じますし、このクルトはクリアリングが非常に高いんで、弾くとこもね、ものすごく良くなって、もう低弾道パントキック持ってない以外は完璧なゴールキーパーと言っていいんじゃないですかね。まあ守備的、攻撃的でそこでね、好き嫌いは分かれると思いますけど、個人的には守備的の方がやっぱセービング力は高いし、ゴールキーパー出すときは自分でやるんで、やっぱ守備的が好きですかね。まあジョレンテもね、かなりの当たりだと思いますけど、今回はまあ余裕でクルトワを狙うべきガチャになってるかなと思います。それでは今回ここでマドリードダービー CS ガチャの当たり選手ランキングの動画の方終わっていこうと思いますが、いかがでしたでしょうか。まあ今回引くべきかどうかの話なんですけれども、まあジョレンテもスペインパックと比べても過去最強だった気もしますし、クルトワも余裕で過去最強なんで、この二人が欲しいかどうかで引くかどうか決めればいいかなと。で、それを決めれない人にアドバイスするのであれば、ここまでいいゴールキーパーってエピック以外でね、登場することマジでないんで、そういった面でもスカットキーパーを補強したかったら、まあジョレンテというよりも本当にクルトワいるかどうかですかね。そこで皆さんガチャ引くかどうか決めていただければいいかなと思います。それでは今回ここで動画の方終わっていこうかなと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。